ツーリズムエキスポジャパンはまさに旅の万博で各地域の魅力を発信しています。あそこ見てください。何か伝統的な楽器の演奏が行われてますね。金みたいな軽快な音楽が流れていたのはインドネシアのブース。楽器だけでなく民族衣装で踊りを披露していて、さながら現地にいるような観光案内となっています。またインドネシアはコーヒー豆生産量世界4位を誇っていて、ブースでは飲み比べをすることもできます。香りにスパイスが効いてる感じがあるというか、心地よい苦味も結構しっかり強くてですね、好きですねこれ。I understand you only know Bali maybe. Bali added. But actually Indonesia is much more. We would like to invite Japanese people, especially from western part, to come to Indonesia. 一方こちらは韓国のブース。女性に人気のコスメやファッションアイテムが並び、さらに会場限定のスタンプラリーに挑戦すると、こちらはですね、なんと毎日一人に日韓往復航空券が当たるガチャなんですって。しかも毎日一人。当たって。どうだ。当てて。当たるわけだ。当たれ。返さなあかんな。カップ麺。やった。でも嬉しいですね。そして旅の範囲は世界にとどまりません。こちらの球体の乗り物で楽しめる旅というのが、丸い地球をご覧いただくための遊覧をするためのキャビンになります。ガス気球にこのキャビンを取り付け、高度25万メートルの成層圏まで上昇することで宇宙遊覧を楽しめるといいます。今回は地上ですが、キャビンの乗り心地は全体がほぼガラスで覆われているので360度本当にありとあらゆる景色を楽に眺めることができますね。そうね。コンセプトは週末宇宙に行くで、搭乗には宇宙服や特別な訓練も必要ないといい、来年の商用化を目指しています。そのお値段は、お一人様2400万。なるほど、検討します、はい、新型コロナの打撃から大きく回復している旅行業界ですが、課題も残されています。円安などの影響で日本から海外に行くアウトバウンド客がなかなか回復せず、参加者は今回のイベントに大きな期待を寄せています。関西空港から中国のその直行便もだいたいコロナの前に 40% しかその今ない。自信満々でもうその準備万端で日本のお客さんを待ってます。